はい、皆さんどうも、こんにちは、浩平でございます。まあ、今回もね、ごめんなさい。今回も、手元動画でお送りしていくんですけども、まあね、実写と手元、交互な感じでお送りしていきますけれども、ですね、早ね、こちらの、イベント、秘密のパーティーが始まってから3日ほどが経過いたしました。はい。で、僕のですね、累計イベントポイントが、まあ、8万1000ということで、まあ、めちゃめちゃ多いってわけではないんですけれども、まあ、ある程度ね、やっているという状態でございます。で、ですね、まあ、これもね、ちょっと質問としていただいたんですけど、なんかちょっと、いい回し方ありますかとか、いい周回の仕方ありますかみたいな感じで、ちょっと質問が来まして、まあ、一応、この、イベント系のことに関してはね、前回も一応攻略動画として、まあ、攻略動画みたいな形でね、アップしたので、ちょっとそちらもね、見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、僕ね、一応このイベントやってきてね、まあ、まず全く課金してないってこと、無課金ってことと、このイベントが始まってからですよ。はい。スクスタが始まってからすぐもう、リリースされてすぐ、アクアセットを買ったりとか課金はしましたけど、この秘密のパーティーにおいては、全く課金とかせずに、まあ、今回してる状態で、まあ、ちょっとね、その辺、いい回し方とかを、もう軽く、解説した上でご紹介したいなと思います。で、まずですね、前提として、もう安定してるパーティーを、組みましょう。はい、それは別に強い弱い、上級者は上級者として、中級者は中級者として、初心者は初心者として、ちゃんと、それぞれ、妥当な、まあ、安定したもうパーティーってものを確立しておくことをお勧めいたします。まあ僕だったらちょっとこれなんですけれども、まあ、このパーティーまだまだ強くなるのでね、まあちょっととりあえずこのまんまにしてるという状態で、一応まあ自分は今のところもう中級は、全局、もう余裕で S 取れるかなという感じなので、とりあえず中級は安定という感じで、で上級も一部 B ランク以上はもう取れるという状態になりましたので、そんな感じで、まあ一応言ってるんですけれども、まあそういった感じで安定したパーティーを組むことで、まあ何度も言ってますけども、この作戦ね、作戦も大事です。で、アクセサリーもですね、大変大事になってきます。この、ここね、やっぱり何をつけるかも結構大事になってきまして、この、属性って言うんですかね、この、金とか、あと虹色のアクセとかをつけると結構強くなります。ステータスもね、その分強化されますので、9体全員にちゃんとつけましょう。はい。で、この、なんだろう、属性？まあ、このアクセサリーにも属性があるんですけど、この点属性ね、あんまり気にしなくていいです。はい。なんか属性、最初もね、僕ちょっとあんま気づかなくて、属性とこのキャラのね、属性合わせた方がなんかいいんじゃないかなみたいな思ってたんですけども、よくよくステータスとか見たら、属性、つけてる属性変えても、あんま変わんないんですよ。ステータスとか。全く変わんないんですよね。はい。だからね、どっちかっていうこのステータスよりも、この下のところの、このアクセサリーをつけることでどういうスキルが発生するかっていう、それをちゃんと見ておくことをお勧めいたします。はい。例えばこのダメージ減だったら、この、こういったね、ダメージ軽減の、アクセサリースキルを持ったアクセサリーをつけるとかね。いう感じで、ダメージにはダメージ、ボルテージにはボルテージみたいな。ちょっとここボルテージじゃないですけど、まあ、そんな感じでつけてあげるのが一番いいと思います。だからね、このアクセサリーの属性っていうのは、あんまり意識しなくていいかなっていう。まあ、さらにね、上級とかになってきたら、もうちょっとね、その辺も細かくカスタマイズとかね、した方がいいと思いますけど、とりあえずはね、気にしなくて、いい段階なんじゃないかなとまだ思います。はい。で、あとですね、さらに、まあ、いい回し方、まあ、無課金でね、ある程度回せる回し方として、皆さんね、この3つは、ちょっと覚えていただきたいっていうか、まあ、把握してほしいんですけど、言います。ラブカスター。まあ、まずラブカスターですね。ラブカスターと、あと、課題。それとですね、スキップチケット。はい。イベントをね、すごい効率よく、かつ、無課金に回すのには、この3点が大変重要になってきます。はい。まあ、すべてはね、その課題っていうのにも結構つながってくるんですけど、皆さんね、結構、まだね、課題とか溜まってると思うんですよ。はい。
もうこの辺のね、フリー課題とか見てもらえば、大量にね、多分課題あると思うんですよ。で、結構ね、まあ僕はもうちょっと受け取っちゃった課題いっぱいあるんですけど、スキップチケットとかをね、もらえる課題っていうのも、まあ多いんですよ。例えば、ストーリー解放するとスキップチケットもらえるとか、あとデイリー課題でもね、デイリー課題でも、まあちょっとね、今、もう、今日のデイリー課題クリアしちゃったんで、ないんですけど、まあこちらね、デイリー課題でも、合宿を確かすればスキップチケットもらえるとか、そういうものがありますので、まずここでスキップチケットや、ラブカスターをね、受け取れるような課題に挑戦しながらライブをする。挑戦しながらです。はい。通常のこちらのライブと同時進行ですね。同時進行でも行っていく、すべてを。はい。そうすれば、効率よく石も手に入るし、スキップチケットも、まあ、課題をクリアしながらね、やっていくっていうスタイルを取れば、まあまあ集まります。はい。あとですね、まあ、僕もね、やってない曲、初級とかね、例えば、これの、やってないんですけども、この、まあ、見てもらえばわかると思うんですけども、これね、初級とか、簡単な、レベルのところはね、常時やっておくことをお勧めしていただきます。はい。なんでかっていうと、報酬として、まあ、まずラブカスターがもらえるってことだからですね。まあ、まずですね、まあ、これクリアするとね、ラブカスター必ず1個もらえるっていうのと、B ランク、S ランクって順で、もらえるんですよ。で、S ランクで、一回クリアすると、石10個もらえるんですよね。これは初級、中級、上級、どれでも、石10個共通でもらえるので、まあ、まずそこで、その、やってない曲、まだやってない曲を、もう常時、なんだろう、こう、どんどん潰していくというか、まあ、塗りつぶしみたいな感じで、こう、どんどんやっていくことで、石も必然的に、まあまあ、溜まるようになります。はい。で、まあ、石が溜まると当然、LP の回復が効くので、さらに回せると。はい。で、まあ、その LP を回復させてね。で、それをま、スキップチケットとかでね、使えば、もう、どんどん、その、スキップチケット、例えば4回とかね、同時に使えば、もうその分4回分のね、ライブが一瞬でできることになってね。それでま、どんどん効率よく進むようになるんじゃないかなと。まあ、こんな感じでね。で、あと最後に、今回のですね、こちらの秘密のパーティーなんですけども、まあ、幸いね、その通常ライブが対象ということでね、指定された曲で必ずしもやる必要ないので、結構その辺が楽なんですけども、で、報酬一覧のところね、これですね、もうある程度区切りがついていて、ランキング保持はとりあえず置いておきましょう。ランキング保持はとりあえず置いといて、今回のですね、目処はね、この13万ポイントか13万5000ポイント。まあ、13万5000ポイントかな。まあ、もしくはこの14万ポイントとか、この辺でね、区切りをつけるべきだと思います。はい。これ以上ね、やってもね、無理がある。で、銀マカロン、こっから先、銀色のマカロンが手に入るのが、次が50万ポイントなんですよ。こちら55万ポイント。13万ポイントからね、55万ポイントまでやるのはね、さすがに無理がある。うん。さすがにそれはね、無理があるので、まあね、今回の、そのイベントの区切りとしては、集計てか、まあ、トータルで集めるべきポイント数としては、まあ、中級者、上級者の方は、特に、14万ポイントとか14万5千とか、この辺でも、ボーダーライン、設けるべきだと思います。はい。まあ、僕もね、ちょっと最低でもそこまでは、もう週末中にはね、ちょっと行けるようには、できればしたいな、っていうふうに、思っております。はい。ということでですね、まあ、今回なんですけれども、まあ、ちょっとね、攻略動画といった形で、ちょっとね、イベント、効率よく、まあ、かつね、無課金でなるべく回せる方法、という感じで、まあ、ちょっとご紹介の方を、させていただきました。もしですね、この動画参考になったという方は、高評価や、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘでございました。バイバーイ。